トランサム作戦は、第二次世界大戦中の1944年5月17日に、行われたアメリカ海軍とイギリス海軍の合同機動部隊によるジャワ島、スラバヤの日本軍に対する航空攻撃。日本軍の航空機や艦船、陸上施設に打撃を与えることに成功した。トランサム作戦は、米英合同機動部隊が、インド洋方面で行った二つの九州作戦のうち、 コックピット作戦に続いて行われた作戦であった。太平洋方面での戦闘に備えて、インド洋でその戦力を整えていたイギリス海軍に、とって、トランサム作戦は、極東でのイギリス海軍航空隊による最初の大規模な攻撃作戦でもあった。したがって、トランサム作戦による経験は、その後のイギリス海軍の行動に役立つことにもなった。 1944年5月17日朝、イギリス空母イラストリアスとアメリカ空母サラトガを機関とする米英合同機動部隊が攻撃隊を発進させた。飛び立った連合軍航空機はスラバヤの軍港や飛行場、声優所などに対して爆撃及び機銃装者を加えた。日本側は奇襲攻撃を受けてしまい、戦闘機による迎撃などはできなかった。 二日前には海軍の第21通信隊がイギリス機動部隊が行動中であるとの通信解析結果を出していたが活用されなかった。戦闘の結果陸軍のマラン飛行場では格納庫伊藤破壊と航空機17機炎上海軍飛行場では戦闘機2機と陸軍重爆撃機1機が炎上した。停泊中の艦船の被害も大きく 第101号総海特務艇、第103号奥船特務艇、交通船1隻と大発動艇2隻が沈没。第36号昇海艇と新霊丸が大破、第108号奥船特務艇も浸水した。さらに、魚の頃も油所も大破した。死傷者は約200人であった。日本側記録によれば、連合軍の損害は、 航空機3機が対空砲で撃墜され、搭乗員若干が捕虜となっている。トランサム作戦による被害を受けて、日本軍は、機動部隊襲来の恐れの高いインド洋方面の航空部隊を温存のため交代させることにした。アンダマン諸島ポートブレアの陸軍戦闘機は、パレンバン防衛強化のため撤収した。海軍の第28航空戦隊も、 第705航空隊のスマトラ島、小ラジャ基地からの紹介を縮小し、主力をサマランガへと下げた。インド洋方面は、元から日本軍航空戦力は少なかったが、いよいよわずかな対戦用水蒸気が残る程度となった。ありがとうございます。